とうありがとう。ごめん、ありがとうな。いや、久々に急にドーナツ食べたくなっちゃってさ。うん、ありがとう。お釣り？ああ、お釣りやるよ。うん。おい、田中！田中！ちょっと来い。もうちょっと来い。お前さ、ドーナツ買ってきてくれって言われて、穴開いてないドーナツ買ってくるやついる？普通お前、ドーナツ買ってきてくれって言ったら、穴開いてるドーナツ買ってくんだろ！お前これ穴開いてねえじゃん！穴開いてねえじゃんこれ！ねえ、穴開いてないよねこれ！え、お前さ、これ何かわかる？わかんないよな、わかんないよな！じゃあこれは？ドーナツだよな。俺はドーナツを買ってきてくれって言ったんだよ。お前が買ってきたのはわかんないやつ、わかんないやつ買ってきちゃったの。俺はドーナツを買ってきてくれって言ったんだよね。え、お前教育係誰だっけ。うん、橋本もよ、こないだおにぎり買ってきてくれって言ったらさ、俵型のおにぎり買ってきたんだよ。普通三角だろなあ。これ何？わかんないじゃん。おにぎりはこれじゃん、絶対絶対これでしょ。俺は頭に思い浮かんだやつを買ってきてくれって言ってんのよ。ねえ、分かってる？ねえ、大体さ、なんで穴開いてないドーナツ買ってきたの？うん、あ、この穴の開いたこのスペースがもったいない感じがすると、まあ、つまりお前はここがドーナツだからってことを言いたいんだよな。俺からしたらよ、ここがドーナツなのよ。ここに俺はお金を払ってんので、おにぎりに関して言えばよ、この米とか具じゃなくて角度にお金を払ってんの。この180度に俺はお金を払ってるんですね。え、言ってること分かってる？え、本当に分かってる？じゃあさ、このドーナツ理論で何か例出してみろよお前。うん、あ、サンドイッチを買ってきてくれって言われて、普通は三角のやつを買ってくるけども、四角を買ってきちゃうと。俺はサンドイッチは角度にお金を払ってるんだってことな。俺はよ、サンドイッチは断面にお金を払ってます。なんでそれはちょっと違う。お、橋本、今お前話聞いてたろ。話聞いてたよ。うん、ちょっとお前チャンスやるわ。うん、ちょっとお前このドーナツ理論なんか例出してみろ。うん、あ、動物園に行ってライオンを見たいって言ったら、メスライオンを見させられると、俺は